はい、どうもみなさん、こんにちは、わちゃ TV です。ということで、今回はですね、今、ウイニングイレブン 2018PSO でですね、こんな大会が開かれてるんですけれども、まあ、こちらはね、PS リーグなんですけども、新しくですね、セブンイレブンカップというものが PSO ではね、開かれてます。コンビニ。今回は、この、まあ、PS4 のセブンイレブンカップなんですけど、うん、PS4 ユーザーじゃないね。まあ、アプリの人こそ、まあ、こういった大会っていうか、まあ、こういうなんていうのかな、まあ、セブンイレブンカップみたいなのがモードとしてっていうかイベントとして、まあ、ボリューム3とかのガチャのイベントじゃなくて、まあ、こういったイベントが出てくるといいよねと、うん、ということでね、ぜひねコナミさんこれ PS4 の方も、うん、このセブンイレブンカップやるのはもちろんめちゃめちゃいいと思うんですけど、うん、アプリの方もね、うん、こういうセブンイレブンカップみたいなセブンイレブンカップ、ね、セブンイレブンカップみたいなのをやってもらえるとすごいねアプリの子たち喜ぶんじゃないかなということで、はい、でまあアプリの人たちもねこれがどういった大会、うん、まあ、カップだから大会なのかな、うん、っていうなのかっていうのを見せていくと、まずこれはファーストラウンドとセカンドラウンドって言って2回大会があって、まあ、ファーストラウンドでいい成績を収めるとセカンドラウンドに行けるよみたいな、はい、とも成績の良い連続する20試合の結果によって、まあ、ランキング決めていくよみたいな感じで、うん、まずねファーストラウンドの、まあ、報酬、はい、これをやると、まあ、5000GP がもらえて、でランキングの上位300名にはさらに5000GP がもらえるといった感じで、はい、まあ、これだけで、まあ、300位に入れば1万 GP、なんかしょぼい、うん、なんかこれだけ見るとしょぼい、これだけ見るとしょぼい、非常にしょぼいみたいな感じなんだけど、このセブンイレブンカップは面白いのが、まあ、これ PSO 限定なんだけどね、今のところ、要はセブンイレブンで売っている PSN カード、はいはいはい、まあ、ウィニングイレブンのなんか限定のやつ売ってるね。ウィニングイレブン2018ってマイクラブコインカード。そう、マイクラブコインカード。あれを買うと、うん、あれを買って確かシリアルコードかなんかを入力すれば、はいはいはい、もうね、ファーストラウンド免除できるんですね。で、セカンドラウンドに行けると。だからファーストラウンドの上位300名に入れなくても、セブンイレブンで売っているそのウィニングイレブンのマイクラブコインカードだった。そうだね。それを買えばもうセカンドラウンド行けちゃうと。で、セカンドラウンドの報酬がやばいんですね。これですね。報酬その1。1位から1000位の方は、スカウト星5スペシャル。スペシャル。これが、まあ、アプリの子たちには、うん、すごいと思うと思うんですけど、はい、これね、要はレアリティブラックの選手か、レジェンド選手が、要はスカウトから取ることができるんですね。すごいよね。それのスカウト素材が、もらえると。なんと1位から1000位の、セカンドラウンドで1位から1000位になれば、そういうのがもらえると。うん、で、もうね、アプリで声出してくれやと。そうね。アプリのユーザーが求めているのは、まさにこういうこの星5スペシャルみたいな、特別なイベントで、もらえる特別なもの、だからこの今までだったらスカウトでさスペシャルって言ってもさマイケル・ウォーエンの出ないよねスカウトで、うん、確定させることはできないけどこれだったらこの素材が1個確定できるとすごいねいうのがあるんでこういうのをね PSO にはもちろんあって素晴らしいと思うけど、うん、ぜひねアプリの方にも来てほしいですね、来てほしいなというのがやっぱありますね、うん、まあ、別にこのセブンイレブンカップをまんま来てくれっていうわけじゃなくてもいいから、うん、このスカウト星5を出してくれるとか ね星5スペシャルのスカウトを1個配布してくれるとかでもいいし、うん、イベントのね5万 TP そしたらもっとやりがいが出てくるし、うん、そういうのをね、なんかやってってもらえるとすごいいいなと思うんですけど、うん、まあ、このゲットできるとね、まあ、ほとんどのレジェンドの選手。全部のレジェンドね、今まで。うん、そう、出てきた全部のレジェンド。うん、あ、これと、あとね、例えばクライフ取りたいんだったら、これと、なんかオランダの星5と、うん、ちょっとこれチャレンジしてみてね、その結果とかも、そうね、言おうと思います。で、その他にも、報酬2ね。報酬2があって、1位の人はこういうのがもらえますみたいな。すごいよ。スペシャルトレーニングコーチ70と。チケット50枚、うん、とかがいろいろこうもらえるよみたいなのがこうあるんですね。で、このセブンイレブンカップはやっぱりこの要はレートっていうかその要はオンライン対戦、そうだね、人と人と戦うんで、うん、ちょっとアプリの方だとやっぱ無効試合だとか多いからね、切断とかが多いんでなかなかできない。 PSO の方だとほんのほとんどないんで、ないないないほとんどないし、切断した方がまあ絶対負けるんで、そういうのはほとんどないんで、安心してこういう大会とか開けるっていうのはあるんですけど、うん、だったらまあ別になんかそのコムで走る、そうだね、なんか前やってたじゃん、うん、TP を貯めていくみたいな、だから連続するスーパースターとの、うん、あの試合の成績、あ、これを20試合の成績とか、ね、そう、20試合の成績星5のスーパースターで決めて、あ、いいじゃん、それの連続する20試合の成績でいいじゃんっていう、うん、確かにそれが一番いいんじゃないですかっていうのが、やっぱそれだと面白いしね、すごいじゃん、だからそういうのが、まあ、この PSO ではね来てるんで、うん、ぜひね、そのそね、アプリの方でもこういうセブンイレブンカップじゃないけど、なんか欲しいよね、なんかそういう、ね、特別なボリューム3のなんかイベントだけじゃなく、
あとたまに来る CL とかだけじゃなく、こういうのが ねこういうの来たら面白いね。こういうのこそアプリの子たちすごい待ち望んでますよというのをね、ちょっと今回こういうのがあったんで、紹介してきました。結構だからそのスカウトの星5すごいいいでしょ。聞いたないでしょ。いやないと思うし、あとねペスリーグの方では、ペスリーグっていうのはちょっと大会なんですけど、ね、世界大会みたいな、あれなんです。これも、報酬がね結構面白くて、これね要はこれ週予選っていうところが始まってるんでね、でも、で、まあ、予選で決勝みたいなのがあるんです。決勝を、まあ、勝つとですね、まあ、過去の大会を見れば分かるんですけれども、まあ、なんならディビジョン1とか分かれてるんですよね、自分が参加するところも。でコンペティション報酬ですね、これだね、1位は6万 GP で、星5のスペシャルだよね、で星5の、左、ウィング、星5のポルトガル、もうこれなんかクリロナなんだよ、クリロナやこれ1位になればクリロナをゲットできる。つまりこの星5スペシャルってさっきもあれだったけど、同じだね、同じだからこれで、ここの国籍のところがオランダで、そう、なんかそのクライフのポジションみたいなのやればクライフが出てきちゃう。素晴らしいじゃん。そういうこと。だからそのなんていうのかな、こういった報酬みたいなのが、まあ、あったりとか、別に1位しかもらえないじゃんってなるけど、まあでもさっきのセブンイレブンのやつなんて1000位までもらえるみたいな感じだったし、そういったのをまあ開いてもらえるとね、まあ、ただこっちの難しいのはやっぱり無効試合とか切断試合とかオンラインだとあるから、コンピューターに対しての戦績みたいなので、やってもらえればなんかすごい楽しみ、みんなが楽しめる内容がこうできるんじゃないかなって。それこそさ、なんかあの星5だったら星5のスーパースター来るようにして、そうだ、ね、星3だったら星3のスーパースター来るようにすれば、ーチームパワーに応じて、ね、そうそう、チームパワーに応じたスーパースターが来るようにすれば、まあその無課金とか課金の差もあんまりなくなるでしょ。そうだね、だからそういったのでもすごいいいんじゃないかなと言ったところでね、まあ実際にはアプリにはまだ そうだね、そのセブンイレブンカップやら、まあ、ペスリーグなんてことはないんですけど、ぜひね、なんかそういったちょっと違ったイベント、セブンイレブンカップみたいなのがあるんだったらね、アプリにもちょっとこうつままして下さいっていうのがあるところですね。おもちゃ TV もこれ参加したんだよね、1回。あ、ペスリーグね。そう、ペスリーグやって、まあ、一応あれだよ、だから100位かな、確か、100位まで入ると、要は星5のスペシャルもらえたんで、おもちゃ TV もさ、もらって、クリバリ買って取ったりとかしてたんで、やっぱりね、こういうイベントが来ると、さらにより盛り上がると思うので、そうだね、だから PSO の方では、実質ね、スカウトで要はそのレジェンド選手、あ、取るよね、ジーコとかマラドーナとかゲットできるんですね。そう頑張ればだけど、その頑張ればゲットすることができると、はい、チャンスがあると、まあ、その他の素材星5とかのスカウトが別でゲット、別個必要になってくるんだけど、そのレジェンドが取れる、これ持ってた、あ、持ってるやん、あ、持ってるわ、これちょっと入れてみる、この辺やると今ほらこんな感じ、デイビッド・ベッカもいいんじゃん、そうほら、これさ、確定はできないかな。イングランドとかで、ね。待って、地域、大陸、ヨーロッパ。で、まあ、確定まで持ってこないから、他106って書いてあるもんね。多分、右ミッドとか、でも185センチとか入れれば。ここで、45人。あ、でもまあ、そうだね。そうだね。そこで、だから確定させることはでもできるんだね。そう。結局。だからね、その。持ってた。アプリの方だと、まだそのレジェンド選手っていうのはスカウトの内容に、まあ、これもスペシャルだから、もちろん入ってるんだよね。スペシャルじゃなかったらレジェンド選手なんて入ってないんだけど、そのスペシャルっていうのがあるっていうのがね、まあ、PSO すごいいいなというふうに思うんで、だね、こういうのをなんかちょっとイベントとかで、まあ、スペシャル報酬みたいな感じでゲットさせてくれないかなっていうのはね、ありますね、本当に。欲しいね。欲しいよ。なんでね、まあ、今回は、まあ、そのセブンイレブンカップって、まあ、PSO ユーザーにとってはかなり面白い大会、面白いね、まあ、面白い大会ありますよっていうのと、まあ、それをね、ぜひアプリの人たちも、なんか楽しめるようにね、コナミさん頑張ってくださいということでね、おもちゃ TV もこのセブンイレブンカップ実際ちょっとやってみて、ちょっとやってみようか、ちょっとスペシャルとかね、獲得してみて、まあ、そのレジェンド、取ってみたりとかね、そうだね、してみようかなというふうに思います、はい、ということで、また次回の章、さらばー。